ババノブハル、ババノブハル、ババノブフサ、ババノ、ブハル、ババノブフサは、戦国時代の武将。後代には武田四天皇の一人に数えられる。青年に関しては、永正十一年、千五百十四年とも、永正十二年、千五百十五年とも言われる。ババ家系図によると、ババ氏は、聖は源氏の中の摂津源氏、源、頼光の彦の源の中世。 ババ中世を演祖とする原生の氏族。摂津源氏の一派である美の源氏の時主の祖となる、源の三信、時三信のの孫で、美濃国時軍に土着した、時光公の一族で、海の国境来石村に移り、京来石氏を名乗る。信春もまた、京来石、京来石、掛政と名乗り、後に、ババ氏の名跡を継いで、ババの部さと、改名。 さらに改名して信春となる。通称ははじめ民部昭遊、後身の守る。武田信虎の時代から武田氏に仕える。はじめは、現在の山梨県北駒郡一帯二分、四所していた、向川州の一員であった。武田春信、信玄の初陣である、海の口白攻めに参加し、敵将、平賀原神を撃つという功績を挙げたと言われている。天文十年。 1541年の信玄の信虎追放計画に参加していたと言われている。信玄が武田氏の当主となり、その直後から諏訪、稲、いずれも品の濃国攻めが始まると、これに参加して武功を挙げた。このため信玄から天文十五年、1546年に信虎時代に信虎に当主、馬場忠氏が殺害されたために容跡が絶えていた。会 武田氏府大の名門である馬場氏を継ぐことを許された。この時、同時に五十気持ちの侍大将となり、名も、影政から信房と改めた。その後も、信玄の品の攻めに参加して、武功を挙げたため、永六2年、1559年に120気持ちに、加増され、府大家老衆の一人として列せられた。A64 年、 1561年の川中島の戦いでは、上杉軍の背後を攻撃する、別動隊の指揮を任されたと言われている。A65 年、1562年には、前年に引退した原虎種にあやかって、身の守るの名乗りを許され、馬場、身の主神春と改名する。A61 年、1568年の駿河攻めにも参加する。a 6 2年、 1569年の三瀬峠の戦いでは、先方として、北条軍と戦い、武功を挙げた。元気三年、1572年の信玄による正常作戦にも参加し、信玄から一体の指揮を任されて、ただ騎乗を攻略した。三方ヶ原の戦いにも参加し、徳川軍を浜松城下まで追い詰めるという武功を挙げた。元気四年、 1573年4月、信玄が死去すると、山形正影と共に、重心筆頭として、武田勝頼を補佐するが、山形と同じく、勝頼からは疎まれたという。天正三年、1575年5月の長篠の戦いでは、山形と共に撤退を信玄するが入れられず、代わりの策も、勝頼の側近に退けられるといったありさまであった。ただし、 これは各たる資料に出てくる話ではなく、後世の作り話である可能性が高い。5月21日の下たら玄の織田、徳川連合軍との決戦では、武田軍右翼の中核に兵700人で敗され、馬場隊は丸山二陣を張った織田方主力の佐久間、信森隊6000人と対峙する。馬場隊は兵を二手に分け佐久間隊に攻撃を仕掛け、ついには丸山を奪取した。 しかしもともと、数で劣る味方の構成が長続きすることはなく、次第に崩れ出した武田軍は、有能な人材を、次々と失い、戦線は崩壊。大敗を喫した勝頼が退却を始めると、山合いの急峻な地形を利用して残った、兵数百で迫り来る連合軍の大軍の進軍を、よく阻んだ。勝頼の姿が見えなくなり、退却を見届けると、 この時点でも信春はまだ無傷であったが、最後は反転して、追撃の織田軍と戦い打ち死にしたとも、首を差し出したとも伝わる。信長後期には、馬場、身の守る手前の働き、ひるいなしと評された。これは、道書にて、与沢の者に手を合わせ、その後、腹十文字に切り、ひるいなきを働きと評された、三好義継の最後と同等であ、去年六十一、川、 関佐川沿いの出沢、須沢、新城市出沢が戦死の地とされており、石碑もある。なお墓所は出沢ではなく、長篠の城市に近い新城市長篠の技にし、野々の住宅地にある。武田三代に仕えた四十数年の間、七十回を超える戦闘に参加したが、長篠のの戦いまでかすり傷一つ負わなかったという。このため、現代において、藤見の馬場見の、 富死見の荷見のと評されている。紅葉軍艦には信春に関する逸話が数多く、記され、京来石支持代に足軽大将の山本勘助から白鳥、追記術を教授されたという。福市城、牧師登場、江尻城、諏訪玄城、田中城、小山城など各地、特に東海道方面に多いの武田方の市場を築城したとされ、 古代には築城の名手とも評されている。江戸時代後期に編纂された海の国史では、自由常に諸将に勘たりと記し、一国の大主になれる、気領人であると評されている。山形正影と共に、武田家の重鎮として語られることが多いが、留朱院上の奏者であり、軍政の中枢にいたことが確認されている山形とは、対照的に、信春の発行した。 流朱印状は確認されておらず、実際の春の武田の軍政におけるその地位は不明である。また他の四天皇が二十代で百騎持ち、四十代で三百騎持ちなどに出世しているが、信春は四十四歳にして、ようやく百二十騎持ちと出世は遅れている。禄十一年、1568年の駿河国では先鋒を務めるが、その際に、 今川氏が収集した財宝、名物が消失するのを惜しんだ信玄が宝物を運び出すよう指示したことを知ると、すぐさま現場に駆けつけ、貪欲な武将として、後生の物笑いになるとして、周囲の面々が止めるのも聞かずに財宝を再び家中に投げ込んだ。信玄はこれを知って、さすが七歳年上だけあると後生になお惜しんだ、信春の企業に恥じったと言われている。 信長後期によれば、着死の馬場民部将勇は、天正年、0年、1582年2月の、公衆政抜において、品の新事情において小高谷城を明け渡したという。民部将勇のその後の動向は不明であるが、戦死もしくは軽死したと考えられている。その後、馬場氏の家督は、信春の弟の馬場信よりが継いだ。信頼の子、信春の甥、馬場信久は、歌舞伎の、 大敗昇主戦強者、大阪月主戦のつわものに登場する。子孫は、江戸幕臣のほか、泉国丹野は、大阪文崎町、越後国松岡、新潟県柴田市、下屋国上野川、栃木県上野川町の冬合詞となった。主家武田氏との縁組も何代かにわたり、行われたため、武田氏の一族として記される場合も多い。上野川町の馬場市は、江戸期には、 累大なる死職を務めており、一族の家紋は、武田美氏である。武蔵御岳神社、東京都大梅市御岳山の御氏、神職になった馬場氏もあり、として有形文化財である慶応2年、1866年、建造の御氏住宅、馬場屋御氏住宅と共に、慶は、現在も続いている。また、三河国二川は、 愛知県豊橋市の馬場彦十郎の家系は、文化四年、1807年から明治まで、約60年間に川宿の本人職を務めた。その子孫は、昭和60年、1985年まで本人を住居としていたが、住みにくさから土地、建物を豊橋市に寄付した。現在の豊橋市、二川宿本人資料館である。歴史学者の小和田哲夫は、 母方の先祖が、馬場信ルであると聞かされて育った、と著書に記している。実際に子孫かどうかはわからない。明恩寺の十一代目住職日号商人は罰し、しかし、徳川家康が、武田軍と退陣の際、家康軍が明恩寺を本陣に使用することを、快諾している。また、三方原の戦いで敗れた家康が明恩寺に身を、隠し。 難を逃れたという伝説も残されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。